基本的なステディカムの装備。まず、カメラマンは専用ベストを上半身に装着する。次に、固定アームの上部にカメラやマイク、下部にバランサーやモニターを接続し、最後に腰部分のジンバルやサスペンションで固定する。使用中はカメラのファインダーが覗けなくなるので、下部のモニターを確認しながら操作を行う。役者とカメラマンが一定間隔を保ちながら、 一緒に歩いて撮影するロケ現場の様子。以前であれば地面にレールなどを敷いて台車に乗って撮影するような手段しかなかった。また、その場合はレールを画面に入れないように撮影しなければならない。ステリカムの登場はスムーズな移動撮影の簡便化だけでなく画面設計の自由度も向上させたことになる。左から二人目にステリカムを体に装着したカメラマン。 中央奥に帽子をかぶった役者、右端にディレクターがいる。ステディリカムとは、カメラマンがカメラを持って歩いたりあるいは謝罪した際に、その移動によって生じるブレや振動を抑え、スムーズな映像を撮ることを目的に開発されたカメラスタビライザーである。スムーズな移動映像を撮影するためには、それまではレール上の台車やクレーンにカメラを乗せて移動するという、 大掛かりな手段しかなかった。しかし、ステディカムの登場によって、カメラマンが手持ちカメラのまま走ったりしても、容易に滑らかで、スムーズな移動映像が撮影できるようになった。映画やテレビドラマ、スポーツ中継、風景や世界遺産の映像作品などの撮影現場まで広く使用されている。基本構造はカメラを乗せるスレッド、そのスレッドを支持するアーム。 そしてアームを接続するためのカメラマンが着用するベストの3つからなる。スレッドにはジンバルと呼ばれる水平化が装備され、このジンバルの上にカメラ、下にその平行を森としてカメラのバッテリーやモニターが装着される。アームはバネやブーリーが内蔵されて上下動し、その上下動によって歩行などによる振動を吸収する。 ベストには腹部にアームを接続するためのソケットがついており、このソケットの向きを変えることで、ステディカムがカメラマンの体から見て、左側に来るか、右側に来るかを変更できる。このステディカムの取り付け向きは、カメラマンの利き手や好みによって変えるほか、狭いスペースでの撮影において、撮影対象がカメラ位置のどちら側に位置するかによって決定される。言葉としてのステディカムは、 安定したを意味する英語のステディとカメラを組み合わせた合成語でステディカム製造元であるアメリカのティフ,フェン社が商標を持っているため他社がステディカムという単語を使用することはできない。したがって他社ではカメラスタビライザー、カメラ安定指示機材、防震激減装置あるいは面ブリ装置などと様々に称する。1972年アメリカの撮影監督であり、 カメラ技術者であるギャレット・ブラウンによって開発され、当初はブラウン・スタビライザーと称されていたが、その権利を1974年にシネマ・プロダクツへ売却し、そこで改めてステリカムと命名された。シネマ・プロダクツ社は2000年に倒産したが、ステリカムの製造技術と各種権利、そして一部スタッフは同年、アメリカ映画フィルター製造大手ティフェン社に引き継がれ、 同時に、ステディカムは、ティフェン社によって、商標登録が行われた。開発者のギャレット・ブラウンは、ステディカム開発の功績により、1978年度のアカデミー科学技術賞を受賞したほか、2005年には、長年の技術的貢献により、アカデミー賞も受賞している。ギャレット・ブラウンは、現在もステディカム製造を元ティフェン社と、協力関係にあり、 スティディカムの小型ハンディタイプのマーリン、幅広いブームが可能な特殊モデル単語などの開発に携わっている。ハルアシュビー監督の映画、ウディガス3、我が心の故郷で初めて使用され、マラソンマン、ジョン・ジーア・アビルドセン監督の映画、ロッキーでフィラデルフィア美術館の階段を駆け上がるシーンや、スタンリー・キューブリック監督のシャイニングでホテルの廊下や、 雪上の迷路を移動するシーン。リチャード・マーカンド監督の映画、スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの帰還で惑星エンドアの森をスピードバイクが失踪するシーンなどで効果的に使用され、その技術と映像効果が広く知られることとなった。テレビドラマでは、アメリカ NBC のザ・ホワイトハウスシリーズの前編において、大統領官邸内のキャスト歩行シーンの撮影に、 使われたほか、同じく NBC の ER 緊急救命室シリーズでは、渋滞患者が救急車から病院内に搬送されてくるシーン、執刀医の周囲をカメラが回って、手術風景を見せるシーンなどに対応された。日本では NHK の世界触れ合い街歩きの海外市街地の歩行撮影に用いられている。また富士テレビの京都街歩きが、 京都の観光地の撮影に主にステディカムを使用している映像作品である。毎日放送、チチンプイプイにて、木船神社の農業床からの中継放送で、ステディカムが用いられた際、カメラマンは不意の転灯に備えて両肘、膝にスポーツ用プロテクターを装備して装置を保護していた。洋画法が海外、テレビドラマ国内、テレビドラマステディカムは、 映画撮影用カメラを載せるための大型ステディカム、ウルトラニカラ、業務用、ハンディカメラ用の中型ステディカム、パイロット、2kg 程度までの小型ビデオカメラ、または一眼レフカメラでの使用を想定した、小型ステディカム、マーリン。さらには、アップル社の携帯電話、iPhone3GS 及び、iPhone4 で動画を撮るためのハンディタイプのステディカム、スムージーも登場し、 その利用者の裾野を広げている。ABCDEF About s t a d i c u m 2020年2月29日閲覧。ABCDEF 柏原和人。ボリューム01ステディカムが生まれ育った時代。プロヌズレディーステディゴー2020年2月29日閲覧。ABCDE ステディカムで撮影された映画、ドラマの名シーンを一本にまとめた。 ザード・オブ・ステディカム。ギガジネ。2020年2月29日閲覧。北島明弘、クラシック名画のトリビア的楽しみ方近代映画社。2013年。ISBN 9兆7847億6482万3884。地主、工事、ステディカムで撮る。世界触れ合い街歩き。映像情報メディア学開始第65巻第3号。 2011年、土井、10.3169、相手寺、65.316、2020年2月29日、閲覧。ステディカム、ゼファー運用事例、小林正秀氏マイナス1、2020年2月29日、閲覧。ありがとうございます。